たてちつてとたとむずいんじゃないと。たてちつてとたと。こうなります。はい、というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まず。お送りいたします。パーカッションのワークショップ、高見がお届けします。よろしくお願いします。で、今回ね、あの、定義します。五種類の音。はい。との五種類の音とは、たちつてと。 でございます立ちつてと立ちつてとを叩き分けていただきたいはいやりますシュールはいやり方を後で説明するのでとりあえず、えー、皆さんですね自分の手を叩いて立ちつてとっていう音のイメージで5種類5種類5個音を。 鳴らしてみてみください、はいはどうぞたぶん今、えっと、片方を固定して利き手をこうストロークしたと思うんだけれども「あもう5種類できたわ」っていう人はこれ反対にしていただいて非利き手の方で「立つてと」同じように5種類できると、えー、両方使えますから。 えー、そのように自分でちょっとレベルを調整してみてください。えーまあ、ゆくゆくはねやっぱりパーカッションにこう転用したいというかパーカッションでも同じような理屈でできたらいいと思うので、まあ、そういうことも踏まえてね考えたやり方っていうのがあるのでそれを今回シェアしますので、えー、習得していただければと思うんですけども、えー、今回のワークショップが終わってあなんとなくできるようになったなとなったらあとはもう各自ねあのおのアレンジしちゃって構いません。あこの方が叩きやすいいななみたいな やり方が、えー、ありましたらですね、各々書いていただいて構いませんけれども、とりあえず、高踏流をお伝えいたします。た、たはここでたきます。はい。指を揃える。指揃えて、えー、この4本指のこの部分を1つの面と捉えて、この面ではい、叩く。はい。これをたと定義します。た。 もう一回言います指を揃えてここをひとまとまりと考えるでこのまとまりで、えー、叩くこれが「た」でございますで基本的にはこれ打ち放ってほしいんだけどこうピタッとつけないでねなんかこうつけた方がやりやすいわという方は別にそれでも構いません両方できるといいかなっていう感じ まず OK でしょうか。ここが他です。はい。次。えっ、ー、と、地と地はちょっと飛ばします。難しいから。手いきます。手は、ここで叩きます。指の付け根っていうか、えぇ、ー、第三関節っていうか、ここね。つまりちょっと指を、こう、テンションをかけて反らせるような形で、ここを、出してあげる。 あのなんていうの小手っていうかなこの指の指付け根で叩くはいこれが手ですさっきの「頼より高い音が得られると思いますもう一回言いますね手はここ付けあこのあたり一面を一つの面にして 当てると、割と高い、て、てっていうような音が得られると思います。じゃあ、このまま、と行きます。とは、このままスライドさせて、手のひらで当てます。えー、ここ一面ですね。ここ一面で当てると、一番低い音が得られると思います。これがト、と。 つまり「た」と「て」と「とは」はこの深さを変えるだけでおよそ調整できます。たてとたて、と。やっぱこの自分の手で叩く方が難しいっていうか楽器で鳴らした時はその楽器がこの今の感覚を増強してくれるっていうか拡大してくれるようなイメージ拡声器みたいな。 役割になるからこの手の感覚でこの「たてとっていう明確に音の違いがイメージできたらあとでちょっとね楽器が叩ける方は叩いてみてください。明確にあなんか上手くなったかもって思うと思います。はい音程としては「たテ」て「とかな「たてと手でちょっと上がって「とで下がる。 チは高いじゃないですか。チって。あの、この <laughs> 発音の印象が。で、高い音の時どうすればいいかっていうと、さっきの話だと、末端当てれば高い音出たなと。なんで、ちょっと指先を使いたいと思います。はい。指軽く開いた状態で、指先で、叩く。はい。 さっきの他とかに比べて音量が落ちちゃうと思うんだけれども、これはこれで構いませんので、このように当てて、指先と、えっと、この反対側っていうかな、指の付け根の方も当たっちゃって構いませんから、こういう状態。で、ここに隙間が生まれる状態で、叩く。これが地でございます。はい。こういうことね。 こう当たってここに隙間当たってるのは指先と、えー、付け根はいこれ「ち」と定義します「ち」でとにかくイメージとして高い音、えー、チュッチュッっていうかチッチッっていうようなイメージしてから叩くと 手の方もだんだんそのイメージに近づいてきてくれるはずですのでイメージしてからチッチッチッで叩いてみてください人間の手ってこう力抜いてると自然にこう丸まるじゃないですかで力入れるとこうピンとなってまっすぐになるっていう感じねでこの伸縮具合を より細かくコントロールできると、より細かい表現力につながるっていう話です。で、さっきのタとか手とかとは割とこのテンションを保った状態え、ピン状態、あるいはこれぐらいの感覚だったと思うんだけれども、えこのチとツはですね、もう完全にこう、緩めちゃう。ここがこうカーブを描くような、 感じね、まあ、要するにこう楽にしていただければ力を抜いて頂いければいいんだけどもえシルエットとしてはこういうふうな丸みがある感じになりますねでこれこのままこうストロークするとえちょうどこの指先と付け根が当たってここに空洞が生まれるという形になりますねはい「ツアは「ち」ができれば簡単で あとこれ指揃えるだけです。ちは指開いて、ツは指揃える。はい、これツ。つ。あ、で、破裂音させない。こう、ピタッとつけて破裂させないで、最後までここに隙間が生まれたまま。 なんとなくできたら指を開く閉じる開く閉じるで「ち」つち「つ」「ち」「つ」「ち」と「つ」を交互に「ち」「つ」「ち」「つ」じゃあいよいよ参りますよはい全部つなげてやりますちょっとやってみますけれども えー、立ちつてとね要は立ちつてをやりたいよ余裕の方たはねもっとレベル上げようかはい、えー、じゃあねたてちつてとたといきましょう。 たてちつてとたと <laughs> あよく早口言葉っていうか発声練習で「あえいうえおあお」「かけきくけこかこ」ってあると思うんだけども「たてちつてとたと」はむずいんじゃないと。やりますよ。たてちつておたとこうなります。 てとたとた,ちとた,とたちてとたとたちつってとたとたちてちつってとたとたてちつってとたとまあ本当にその微妙な違いだからその微妙な違いをねちゃんと自分で聞き分けてあ今音違ってるなというのを確認しながらやっていただくと効果が高いと思いますので。<っ>

要するに、えっと、今のそのタッチツテと、この音程っていうか、イントネーションができれば、あとはこの組み合わせで、と、てて、たた、と、てて、たた、ててと、ててと、たたたたた、チッチッツ、ととと、ててて、たたたと、えぇ、ま喋るように、え歌うように、叩けるというやつです。要は、母音っていうことですね。 今、立ちつてとで言ったけど、さっきも言ったように、別にパピプペパでもいいんですよ。カキクケコでも。えー、なので、まあ、日本語だったら表現できるってことになります。もっと母音が複雑っていうか、母音とか子音の関係が複雑な言語だったら、まあ、もうちょっとこのニュアンスが難しいかもしれないんだけども。寄生獣 <laughs> 寄生獣じゃないけど、自分のこの手の、手がね、あの別のこう生物喋ってるみたいに。 できたら、当然これ楽器うまくなりますよ。っていう気しません